藤谷蓮次郎です。8月に入って5日経ちました。8月の中に入ってまいりましたが、8月の初旬ということで、我が敬愛する杉正道さんにもう一度登場していただきましょう。まさに夏、夏、夏という曲です。杉正道さん、素敵なサマーデイズ。素敵なサマーデイズという曲をご紹介いたします。まさにこの季節にぴったりの曲です。 素敵なサマーデイズはアルバム「スター・ゲイザー」という1983年のまあえ杉さんのキャリアとしてはあまあ一番の傑作と呼ばれることも多いまあだからこの時期の杉さんってもう何やっても当たるもう無双の時代に入ってましたのでえこの前後のアルバムオーバーラップもありますし前にオーバーラップ後ろにミストーンそしてシンフォニーナンバー10 えー「サブリナ・ハバ・ホテイ」っていうふうに続いていくんですが、えー、どれ聴いても素晴らしいメロディーの持ち主そしてドラマが一つ一つできているところがこの CBS ソニー時代の杉さんの魅力の素晴らしいところですがこの「素敵なサマー・デイズ」はまさに彼が影響を受けた洋楽の、えー、ビーチボーイズであったりベンチャーズに対する ベンチャーズだったりというところに対するオマージュに限りなくも明確に表した曲です。最初からもうコーラスワークも素敵で夏のまあ 情景の中で夏場の、まあ、大学生なのかな、都会生活の人で、前々から私が申し上げている杉さんとかシティポップの人たち、特に杉さんなんかもそうですが、初期の段階ではどこの国の話かよくわからんようなものを歌っている。BLT を口に入れたらという歌詞が出てくるんですが、当時 BLT なんてものがなんだかわからない人のほうが多かったような気がします。特に全国区では無理だったと思います。 えー、ガタの来たクーペで飛ばそう。クーペ。車のことをクーペ型というところで分かってるとかね。これはまあ、でも、さすがに BLT よりはマシかあ。この前にご紹介した渚のエンジェルのシェイクというのもあの時代で1981年で冷えたシェイク。知らなかったとは言いませんけど、今ほどの知名度はないですよね。どちらかというとアメリカの海岸にいる人たちをイメージするような生活。 えー、ビーチボーイズがあの、えー、ブルーと白のストライプのシャツ着て歩いてるようなあの感じの生活してる大学生、えーこ。そのヒロインになる女の子を車に乗せてデートに誘うという場面が出てくるんですが。えー その彼女のウィンクにみんな痺れてしまうとかね、えー、そこで、えー、それ以上進まないところが非常に情感としてはいいのかなと。ぜひ聴いてみてください。これも夏のおまさにビーチボーイズ的な雰囲気の、えー、曲で聴、えー、いてて痺れることを受け合いです。その世界が好きな人は。えー、今日は杉正道さんの夏の日のまさに傑作。 えー、素敵なサマーデイズを取り上げましたそれでは失礼します